西村清香選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まずは優勝です。ありがとうございます。結構壮絶なね打ち合いになりましたけれども、90分振り返ってください。まず最初みんなが点取ってくれて前半終わって、そこででも2点ってなんか一番危ないみたいなよく聞くんで、みんなでなんか次みんなでもっと頑張ろうみたいな感じで後半入って、そしたら後半に3点も入れられちゃったんですけど、でもなんかみんなベレーザってマジですごくて、なんか点取られちゃったけどでも負ける気はしなくて、みんながすごいからっていう感じの90分でした。みんながすごいっていう話ありましたけれども、はい、多分外で見てるお客さんからすると、西村選手のあのつなぎビルドアップもうそれこそすごかったなって思うんですけど、どうなんだろう。すごかったです。そうなの、どうなのか分かんないですけど、でもそれもなんか周りがコースとかすぐ作ってくれたりとかするから、出すとこがいっぱいあってみたいな感じなんで、みんなのあれです。これがね現役最後の試合になったわけですけれども、試合前って何かこういろいろ考えたりしました？でも最後はみんなで笑って終わりたかったんで、でも現役最後とかは別に考えずに、ただチームのみんなで勝てるようにっていうのはいつも通り思ってやってました。なんか終わりの瞬間が近づいてくるところって何かグッとくるものありました？でも勝った瞬間は本当にうわーってなりました。すごい嬉しかったし、なんかみんなにありがとうってなりました。ベレーザに加入されて4シーズンでした、現役生活。この4シーズン振り返っていかがですか？まず最初の頃は本当に全く試合に絡めなくて、いろいろなんだろう、悔しい思いもしたし、だけどすごいチームにこうやっていさせてもらって、だからなんか優勝とかもいっぱい経験させてもらって、なんかなんだろう、1年2年3年4年経つにつれて、なんかちょっとずつだけど試合にも絡めるようになって、だけどやっぱりなんかこのチームすごいなって毎回思うようなすごいチームだなって毎年毎年思ってました。そのすごいチームを支えてくれてたサポーターたちもたくさんいます。最後その支えてくれた皆さんにメッセージをお願いします。はい、4年間自分が試合に出てない時とかもいろいろメッセージとかをくださったりとかして、それがすごいなんかなんだろう、力になったし、試合の時も遠くてもどこでも応援に来てくれて、それがすごいなんだろう、背中を押してくれてました。それで次サッカーやめてもなんだろう、映像っていう形でこのサッカーとかスポーツに関わっていきたいと思っているので、よければまた応援よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。